皆さんこんにちは、ヨガインストラクター宮本武久です。皆さん肩凝ってませんか？今回は肩こり解消に効くヨガです。なんだよ肩こりに効くヨガです。肩は別に平気だよ。今腰だよ、腰が痛いんだよ、誰かのせいで。それ腰に効くヨガ教えてくれ。それもうやっちゃったんですよ。それやっちゃったって俺知らねえもん。知らねえ人はどうすりゃいいんだよ。あのセルフケアシアターで検索していただければ出てきます。え、今までも見れるの？あ、見れます見れます。あの歌が聞こえるヨガも、トイレのドアを開けるヨガも、人という字を3回書くヨガも、全部見れるのか？そんなんやったかな。あ、そんなんやってないんですけどね。腰のやつ見てくる。内容多分理解してないと思うんですけど、今回は肩です。はい、それではですね、タオルをこうピーンと張ったような感じでですね、手を勢いよく前に出していただきます。肩幅に立って、はい、1、2、3、3回とも全部リラックス。そして手の甲をつけて吸う。そして吐きながら、はー、もう一度1、2、3で、はー、最後吐き出した時に向こう側もう3センチ伸ばすようなイメージ、グー、はい、これが肩こりに効くヨガです。宮本、はい、ミスター肩こっちゃったよ。肩こり解消のヨガ教えて。また次回。肩こり解消のヨガ教えて。もうやりました。俺知らねえもん。知らねえ人どうすりゃいいんだよ。あれ、これと同じ経験をちょっと前にしたことがある気がする。これあれだ、あのあれ、ござる、デジャブ。あれ、あの人があの3人そろっとあの1人消えちゃうっていうのは、あれはあれ、 あれはドッペルゲンガーか。全然違う。それはそうですね、ドッペルゲンガーですね。今回はござるデジャブ。